皆さん、ようこそ大阪ひとりのルネサンスへ。僕はコビックスノーマン。いつもはメダスノーマンフェスティバルに登場しているよ。今年はお父さんのビッグスノーマンと一緒に東海上のバラ園で子供たちが描いた光の実に囲まれてます。さてさて、皆さん、この大阪市中央公会堂は今年で100歳のお誕生日だって。知ってた？これから始まるホールタペストリーはその100周年をお祝いして、綺麗な光の絵画と音楽がコラボするここだけの作品になってるんだって。楽しみだね。そろそろ始まるかな。皆さん準備はいい？じゃあ後で東会場に会いに来てね。中央公会堂さん、お誕生日おめでとう。ぴょん。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.